阪神競馬場第9レースコーランステークス4歳以上3勝クラスタート 2000m11 頭立て出走メンバー11頭ゲート入りスムーズ最後11番グレーフセットが収まります。スタートしました。中で7番のウィンフォルティスが好スタートを切って足元ダートに変わりますが内から3番萩野リュクスが前に出ました。外からは11番グレーフセット少しジョッキー気合をつけながら馬体を内に寄せて先頭そして2番手8番のワイドセロドンです。インコース1番がスターマリニマ3番ハズマリクスその直後に7番のウィンソルティスがいて10番のエイティラスエン2、3馬身開いて5番フローリン内から2番テンザワールドそして9番クレストブレイブ2、3馬身開いて6番マイネルカイノン4番サンパンクーペが最高峰です。各馬1コーナーを回ってこれから2コーナー前の争いですが11番のグレースセットが先頭でリード4分の3馬身外目の2番手を確保しました8番ワイドソロモンです。3馬身後ろに1番のアスターマリンバ4、5馬身開いて3番ハギノリクスは前から4投目内に7番のウィンフォルティスその後10番エイティラッセンそして2番テンザワールドスタートからの 1000m 地点通過スタートの前の馬で62秒ぐらいです。中段後ろに2番テンザワールド5番フローリン外からは4番シャンパンクーペ9番クレスコブレイル最高峰6番マイネルカイノンです。3コーナーを回っています。11番グレースセットが先頭だったんですがもうかわしました8番ワイドソロモンリード体半分取って先頭2番手から1番アスターマリンバ3番手になって11番グレースセット4番手7番ウィンフォルティス外から10番のエイティラッセン仕掛けて上がっていくその直後に3番ハギノリクス内から2番トンザナールド外からフローリンそして4番のシャンパンクーテも押し上げています。4コーナーカーブ単独先頭8番ワイドソロモンで直線コースに向かいました。外からは1番がスターマリンバさらに7番のウィンフォルティス離れた外から4番のシャンパンクーペが襲いかかり4歩広がった今度は外から2投目7番のウィンフォルティス先頭か外では4番のシャンパンクーペ内で粘るワイドソロモン間はスターマリンバフローリンです。先頭この間に抜けた7番のウィンフォルティス先頭2番手は4番シャンパンクーペ3番手5番のフローリンが上がった先頭は7番のウィンフォルティスリード体半分7番ウィンフォルティスゴール2着4番のシャンパンクーペ3着5番フローリンです。7番のウィンフォルティス横に4頭が広がった直線の争いその中から抜けれました。4番のシャンパンクーペ後方から長く足を使って2着5番のフローリンが3着時計は2分5秒3上がりタイムゴールまでの 800m 49秒7 600m 37秒2です。このレースは管理馬の最終出走になりました住井勝彦調教師8番のワイドソロモンは道中2番手追走途中から先頭に立つシーンを作りましたが直線は最後遅れを取っています。阪神級レースコーランステークス1着7番のウィンフォルティス最後は体半分先にしてゴールに入りました。2着4番シャンパンクーペ3着5番のフローリン4着争い横に3頭が広がりました。6番マイネルカイノン9番クレストブレイブ10番エイティラッセン阪神級レースコーランステークスは1着7番ウィンフォルティス和田リウス2着4番3番クーペ3着5番フローリン4着以降写真判定です。阪神競馬場第9レースコーランステークス確定までお待ちください。小倉競馬10レースネモフィラ賞3歳1勝クラスの競争です。ダート 1700m 15頭立てスタートコースコンディションは主まだ水分を含んでいるようですがところどころ黒ずんでいたダートの表面が白く乾きつつある部分も見られます。ホームストレッチ右手での枠入り少し枠入りを嫌うのは8番のポールスターです。ゲートの直後まで来ていますが2度3度後ずさりこの枠入りを最後の15番北のインディーが待っています。13頭がゲートに入っています。8番ポールスターサイド誘導を受けまして嫌がる嘘ぶりを見せます。ちょっとゲートの中でもうるさい仕草を見せる馬がいますがさ前扉が開けられまして8番ポールスター今馬体を収めました。扉も閉められました。これを待っていた15番北のインディーです。15番ゲートこちらはスムーズにゲートに入ってゲートインが終わります。スタートしました。
綺麗な飛び出し15頭。まず先行争い8番ポールスター促しています。内は4番クールシャワー、3番レディーステディーゴー広がっています。9番ロードエルピ、さらには12番カマンダントを前に行きました。直後に13番大西アーネット、内は7番の里のロイヤル、最内2番を押しながらランスオブアースもこの先行グループに取り付いて、先行グループ一段で1コーナー回っていきます。主導権は3番レディーステディーゴーが取りました。リード2馬身取って2コーナーです。4番クールシャワーが2番手、3番手広がって2番ランスオブアースが内、外からは8番ポールスター、間7番サトノロイヤルが追走です。向こう上面に入ります。12番コマンダンテがこのサトノロイヤルに並んでいきました。中段2馬身差で外から追い上げる13番大西ヤーネット、内ムチが入る9番ロードエルピ、中段インコースです。3コーナー手前、その後ろからは6枠両党、10番ヒミノフラッシュ、11番貴族が追走で、あとは後方ばらけました。6番大気ドミニオン、15番北のインディ、5番ラブオブマイライフ後方から3頭目、14番名将ヨシテル、1番シャルマンシェリー最高峰600を切って3コーナーに入ります。3番レディーステリーゴー先頭、リード1馬身です。2番手8番ポールスターが単独上がって、3番手内、4番クールシャワー、2番ランスオブアースをしています。12番コマンダンテ5番手に取り付きます。その後がサトノロイヤル6番手、4コーナーカーブから直線に向きます。レディーステリーゴー先頭、2番手から接近、8番ポールスター、この2頭の間を狙う2番のランスオブアース、3頭のセリアリ200を切りました。4番手は3、4馬身離れてコマンダンテ、あるいは大西ヤーメと大気ドミニオン、追い込んでくる名将ヨシテル、前の3頭にどこまで差を詰められるか。先頭入れ替わって8番のポールスター、盛り返すランスオブアース、外から6番の大気ドミニオン広がってゴール。最後は大気ドミニオン追い込んできましたが、結局うちの2頭には届いていないかどうか。8番ポールスター、2番ランスオブアース、この2頭の競り合いに6番大気ドミニオン最後空割って3頭接戦になりましたが、大聖堂か大気ドミニオンはわずかに遅れているか。しかし接戦です。一旦は8番ポールスター完全に先頭に立ったかに思われましたが、うちしぶとく足を使った2番のランスオブアース、そして外から6番の大気ドミニオン、追い込み勢ではただ1頭足を使ってきて前の2頭に急接近したところがゴール。大聖堂か、勝ちタイム1分45秒3、上がりはゴールまでの 800m50 秒7、 600m は38秒4でした。お待たせいたしました、阪神競馬場第10レース、スミレステークス、リステッド競争、3歳のオープン、芝の内回り 2200m、 8頭立て、改めてファンファーレです。6番ゲートにモンテディオ、そして2番のセファーラジエル、4番エスコバルと入って定別の使いを行いました。8番のディープモンスター、8番ゲートに誘導を受けます。ゆっくりと近づいて8番ゲート収まります。スタートしました。8番のディープモンスター、少し外に膨らむようなスタートになりました。位置は後ろになりそうです。まずは先行争いですが、内から1番のテイエム竜巻、2番セファーラジエル、外に5番サマーカナロア、この3頭が行きまして、その後ろに7番のスパイラルノバ、その直後に6番モンテディオ、インコースに4番エスコバル、8番ディープモンスターは後ろから2頭目でスタンド前通過、2馬身後ろ3番グロリアムンディは最後方です。前2頭と後ろ6頭の間が大きく6馬身7馬身が空いています。1コーナーをカーブして2コーナーにかかるところ、前は内拉致沿いに1番テイエム竜巻、3頭分離れた外に2番セファーラジエル、その差は1馬身半ぐらいです。ちょっと前の馬と距離を取ろうかというセファーラジエル北村雄一、その後ろ3、4馬身開いて5番のサマーカナロア、インコース4番エスコバル、その後に7番のスパイラルノバ、6番のモンテリオは後ろから3番手、8番ディープモンスター変わらず後ろから2頭目、最後方から3番のグロリアムンディが進んでいます。ここで8頭がほぼ1つの集団に変わってきました。先頭1番のテイエム竜巻、リード1馬身ほど取って残り800通過、失礼、残り1000メートル通過。2番手の1つが2番のセファーラジエル、3コーナー回っています。3番手外からじわっと5番のサマーカナロアが上がって800の標識、4番手4番のエスコバルが続いて、あとは7番のスパイラルノバ、モンテリオ、外からこれをかわしました8番のディープモンスター、後ろから3番手まで上昇、最後方から3番のグロリアムンディです。600を切りました。
前は1番のテイエム竜巻戦闘首ほどリード、2番手は2番のステファーラジエル、5番サマーカナロア、その後ろから7番スカイレルノバ、8番ディープモンスター、一気にその差を詰めてきて、その背後には3番グロリアブンディ、直線コースに向かいました。先頭テイエム竜巻、2番手は2番ステファーラジエル、やや離れた外から7番のスカイレルノバ、そして8番のディープモンスターを追い込んでくる。ディープモンスターエンジンかかった。その後ろから3番グロリアブンディ、6番モンテビオです。先頭は抜けた8番のディープモンスター、先頭2番手は内に潜り込んでエスコバル、2番のセファーラジエル、大外から3番のグロリアブンディ、6番モンテリオ、しかし関係ありません。8番ディープモンスターゴール、2着は3番のグロリアブンディ、3着6番モンテリオ。製鉄打ち替え、なんのその8番ディープモンスター、絶対的な信頼に応えて連勝。2着争い最後4頭が横に広がりました。外から足を伸ばした3番グロリアムンディ、6番モンテディオ、インコースでは2番のセファーラジエルと4番エストバルです。阪神第10競争スミレステックスリステッド競争、8番ディープモンスターが人気に応えました。2分12秒4の勝ち時計、ゴールまでの 800m、 47秒2、 600m は35秒1です。8番のディープモンスター人気に応えました。武豊、騎手は今日2勝目、2着3番グロリアムンディ、3着6番モンテリオ、4着2番時計判定です。スミレステークス確定までしばらくお待ちください。阪神競馬の10レース、スミレ小倉競馬11レース、今日のメインレースは下関ステークス、4歳以上3勝クラスのハンデ戦、芝線 200m 18頭、ウィン5の対象3レース目です。枠入りは銀ちゃん、最後にエレバート、18番ゲートに収まってゲートインが終わります。スタートしました。広がっての先行争い、15番シュルベーヌ、わずかに好スタート。先行争いやはり12番タマモティタイムが出てきました。2番手が一戦、3番プリカジュール、4番ゴールドラグーン、5番ファストアズエバー、これらが先頭に迫って、第2グループに15番シルベーヌ、13番ウィズ、2番アテンフラワーと続きます。中段前16番光栄ダリア、内7番西野ドレッシー、10番クーファベルスと続いて、中段外目に控える11番名勝ミモザ、内は6番の湘南マッシブ並んでいます。中段よりも後ろ18番エレバート、1番千勝牛と14番ウォーターエレン。3コーナーカーブ600を切ります。前半600は32秒8でいきました。18番エレバートの後ろは9番メリーメイキング、17番クリノアリエル、後方から2投目、8番南洋アミーコ最後方で、これから4コーナーカーブ400を切ります。内らきとい先頭、3番のプリカジュール、短期戦闘4コーナーから直線、その他の各馬は外を回っています。2番手がタマモティタイム、ゴールドラグーン、外からビズが追ってきて、間からは内2番のアテンフラワー、さらに最内9番のメリーメイキングが伸びて200を切りました。外からは西野ドレッシー、そして名勝ミモザ広がっている。さあウィズ、西野ドレッシー、大外からは17番クリノアリエルも追い込んでくる。さらには14番のウォーターエデン、広がったウォーターエデンか、ゴール、14番ウォーターエデン、大接戦、横に広がってのハンデ戦、これを制したのは馬群の中から14番のウォーターエデンでした。広がりました。7番西野ドレッシー、さらには9番メリーメイキング、追い込む11番名勝ミモザなど、横一線でのゴール、この混戦を14番ウォーターエデンが制しました。勝ちタイムは1分8秒7。その他の各馬は2着争いということになりそうですが、7番西野ドレッシー、9番メリーメイキング、17番クリノアリエル、さらには11番名勝ミモザ、差がありません。勝ちタイム1分8秒7、上がりはゴールまでの 800m 46秒7、 600m は35秒9です。阪神競馬場第11レース第65回阪急杯 G3 4歳場オープン、芝の内回り 1400m 17頭。この競争の第1着馬には G1 高松の宮記念への優先出走権が与えられます。向こう正面でのゲート寄りが進んでいます。2番ザノンファンタジーがゲートの中に今入りました。そして去年の勝ち馬、その時以来1年ぶりの実戦、17番ベストアクター、17番ゲートに収まりました。スタートしました。2番ダノンファンタジー、3番カツ、15番ブラックボーン、後方からになりました。まずは先行争いですが、内から4番のロードアクアがわずかに前に出ました。8番デシステンシアはこの馬を生かせて2番手外を確保、さらに下に13番のジャンダルムが行って、内から6番ミッキーブリダンテ、下がなく7番クリノガウディ、後位インコース1番メイケーライハード、外からは14番トラインが上がっていきます。
10番インディチャンプは中段の一角、内からは5番の名称さん、外に16番名称教授、さかなクン2番のダノンファンタジーは中段 A 後ろ寄りまで位置を上げました。12番コンパウンダー、3番勝地、17番のベストアクターと続いて、後ろから11番のザイティンガー、このインコース9番の玉も名刀、1馬身半後ろ15番のブラックムーンと続いています。3、4コーナーの中間に差し掛かります。前は600を切ったところで先頭8番でシステンシアリード首ほど、2番手に13番ジャンダルム続きました。3番手7番の首ほど外からトライン、そして10番インディチャンプ、連れて上がっていくのは16番名称教授。第4コーナーカーブ前に6頭横に広がって直線コースに向かいました。レシステンシア、今度は13番ジャンダルム、外に切り替えつつ6番のニッキーブリガンテ、内を狙っては4番のオーバーカー、間から7番のクリノガウディ、外からインディチャンプも追い込んでくる。200を切った、前は粘る粘る8番のレシステンシア先頭でした。2番手はジャンダルム、ニッキーブリガンテ、そして10番のインディチャンプ、2着争いになりそうだ。先頭は8番のレシステンシア、堂々の勝利だ。降臨2着6番のニッキーブリガンテ、3着争い接戦。13番ジャンダルムが打ち、外に10番のインディチャンプ、8番レシステンシア、今日は2番手から早々に抜け出して堂々の重賞タイトル、時計は1分19秒2のレコードです。2着6番ミッキーブリランテ、3着争い接戦、13番ジャンダルム、9番インディチャンプ、並んで入りました。決着の計1分19秒2のレコード、上がりタイムゴールまでの 800m 45秒2、 600m 33秒8です。かつての2歳女王が今日は2番手につけて堂々たる抜け出して重賞3勝目、再びこの阪神競馬場にレコードの記録を刻みました。8番レシステンシア、完勝ともいえる着差を残しました。2着は6番ミッキーブリアンテ、内13番ジャンダルム、外10番インディチャンプの3着争い、わずかに内13番ジャンダルムが場内に映る映像を見る限りは優勢とお伝えします。8番のレシステンシア、今日は控える形で見事この阪急杯を制しました。この2021年短距離戦線、本当に楽しみになる一勝をマークしました。阪神11レース第65回阪急杯、1着8番レシステンシア、2着6番ミッキーブリランテ、3着争いは写真判定に持ち込まれています。どうぞお待ちください。5着2番ダノンファンタジーです。確定までしばらくお待ちください。小倉競馬最終12レース、トス特別芝 1800m 4歳以上1勝クラスの競争に12頭が出走します。4番ポールトゥーウィンは管理する西浦勝一調教師の管理馬、ラストランとなります。枠入りブランシェットが12番ゲートに入って終わります。スタートしました。エスポワールミノルが少し遅れました。最内1番のサンライズサーカス、好スタートを切っています。まず先頭に立ちましたサンライズサーカス、2番手やや離れて8番日本ピロースクール、2番ブラックデビル並んでいます。12番ブランシェット、4番手5番手が一線で、外10番コスモミローディア、真ん中6番のアルマフォルト、さらにはリーガルマナーが内から追走で1コーナーに入っていきました。リードを広げました1番サンライズサーカスの逃げ、リードは3、4馬身あります。2コーナーです。2番手が2番ブラックデビル、3番手日本ピロスクールに追いついてきた、外から一気にペースが落ち着いたところでコスモミローリアが動いていって、並んで12番ブランシェットも前に上がっていって向こう上面に入りました。日本ピロスクールは4番手、5番手がブラックデビル、その後9番西野原石が続いて中段、6番アルマフォルト、インコース5番リーガルマナーと言っています。向こう上面中ほどを通過、この中段馬群の後ろに7番ディザイアソングです。4番ポールトゥーウィンは現在後方から3投目、11番エスポワールミノルが追走、前半 1000m 1分0秒9、最後方3番のナリタブレードです。3コーナーのカーブに入ります。1番サンライズサーカス先頭、依然3馬身リード600を切りました。2番手単独10番コスモビローディア、ムチが入っています。3番手8番日本ピロスクール、内からスルスル5番リーガルマナー、その後ろから12番ブランシェット、そして西野原石、大外からディザイアソングが追い上げてきて、4コーナーカーブ直線コースに向かってきます。内らし沿いサンライズサーカス先頭、これに接近するリーガルマナー、今度は先頭に変わりそうだ。3番手が広がってブランシェット、ブラックデビル、さらには ババの真ん中から4番ポールトゥービン伸びてきて、8番日本ピロスクール、3番成田ブレード、大外11番エスポアルミノルも伸びてくる。さあ先頭5番のリーガルマナーに日本ピロスクール、成田ブレード、日本ピロスクールか、ゴール。
成田ブレード並んでいます。日本ピロスクール成田ブレード、最後は外の2頭の接戦となりました。日本ピロスクールか成田ブレードか、その後の3着争いは内と外で2頭、5番リーガルマナー、そして11番のエストワールミノル、最後は外の2頭、8番日本ピロスクールか、それとも3番成田ブレードか接戦。勝ちタイム1分48秒9、上がりはゴールまでの800メートル48秒0、600メートル36秒3です。